3位グループの先頭に立った2号車のペースが上がっている。アグレッシブに攻める赤羽海斗。ブースよりカイトへ。トップグループとはタイム差がありすぎる。無理はするな。いいか、このコンディションで強引に攻めていくのはリスクがありすぎる。確実に3位を取りに行くマネジメントでいいんだ。カイトよりブースへ。そんなレースじゃやる意味ねえだろ。目障りな1号車が消えて、せっかく目の前がクリアなんだ。チャレンジする気持ちをなくしたらチャンスは来ない。この議論はもうチェッカーまで絶対にしない。オーバー。単独の3位も行く2号車から少し遅れて4位争いが白熱しています。13号車と86号車。まさかこの位置で君と再びやり合うとはな。開幕戦と比べるとお互い出世したもんだ。1号線のあのダウンヒルの衝撃は今でも鮮烈にまぶたに焼き付いている。正直トラウマになりかけているほどだ。それを払拭する絶好のチャンスだ。こいつでねじ伏せてやる。格上の NSX に食い下がる86号車。予選でもそうでしたが、片桐かなたはこの林間区間を得意としています。見通しが悪くブラインドコーナーが連続するこの区間ですが、左右どちらかに G を受ける時間が長い上にかなりスピードが乗ってしまうので、攻め込んでいくと難しいんですよ。片桐君が本当に素晴らしいのは、複雑なコースのレイアウトを頭の中に叩き込んでいることです。そうでなければこの区間でここまで思い切った走りはできないでしょう。複数回参戦しているベテランでもこのレベルにはなかなかいけません。天才などという言葉を私は安易に使いたくはありませんが、戦う前の準備に膨大な時間とエネルギーを費やして片桐君はこのレースに臨んでいます。これはあらゆるスポーツに共通する原則ですが、才能というのは地味な努力の積み重ねの中から生まれてくるものなんです。映像は先頭の4号車と12号車、早くも2周目のセクター2からセクター3へ。おっと、落ち着いているか先頭グループ。とんでもない、ここは行き詰まるような心理戦ですよ。先頭を奪った後、沢渡君が全力で12号車を引き離しにかかっていたのは私には分かりました。ですがその目論みは失敗に終わっています。ベッケンバウアーは余裕を持って対応しています。なりふり構わず仕掛けてくることをしないベッケンバウアーがむしろ不気味です。沢渡君にとってはきついでしょうね。